さん、私全見ちゃいましたよ。仕事が恋人かと思っていたらリアルの恋人がいたんですね。え週末鎌倉にいませんでした？実はちょうど私もいたんですよね。そうだったのね。でもなんか少し気恥ずかしいな。会社の人に恋人といるところを見られるなんて。恥ずかしいっていうか、もはや恥でしかないですよね。いい年下おつもねババアが年下男を連れ回しているなんて、もう見ているこっちも恥ずかしかったです。え、年下？っていうか思ったんですけど、あれって彼氏じゃなくてホストだったりしますか？むしろホストじゃないとありえないですよね。マリさんみたいなババアと付き合うような男性なんていないでしょうし。はい？30過ぎて誰にも相手にしてもらえないからって、ついにお金で解決ですか？そこまで必死になって男に構ってもらおうとするなんて、おばさんって本当に惨めでかわいそう。そんなことになるくらいなら早く結婚しておけばよかったのに。ごめんなさい、結婚したくてもできないから未だに独身のおつぼねパーバーなんですよね。ちょっと愛子ちゃん、あなたね、いい加減にしなさいよ。前から私のことはバカにしているけれど、ついにババア呼びが当たり前になっているなんて。それに彼はホストじゃなくて正真正銘私の恋人よ。はあ？あの彼が恋人なんて、そんなの絶対にありえない。本当はホストなんでしょ？見えなんて張ってないで教えてくださいよ。私ちょうど彼氏と別れて暇してるところなんですよね。だからあのホストがいるお店に遊びに行きたいんです。だからホストじゃないし恋人だって何度言えばいいの？ふざけんなよ、30過ぎたババアのくせに。この若くて可愛い私が彼氏と別れたっていうのに、おつぼねババアが若い恋人と楽しくデートなんてふざけんな。もう気分が悪いんで私明日の仕事休みます。体調不良なんで有給申請よろしくお願いしますね。ちょっと待って、愛子ちゃんには急ぎの仕事を任せていたわよね。頼んでいた資料作りはもう終わっているの？そんなの終わってるわけないでしょ。先週は彼氏との別れ話で毎日辛かったんです。仕事なんてしてる場合じゃなかったんですよ。なんですって？明日私が休むんで、あとは全部マリさんが片付けておいてくださいね。そんな、勤務歴の長いおつぼねババアだもの、これくらい簡単でしょ。それじゃあ私はこれで失礼します。聞いてお姉ちゃん、俺ついに昨日彼女ができたんだよね。それおめでとう。でも姉の私、わざわざ報告なんてどうしたの？今までは彼女ができても何も言ってこなかったじゃない。実はその、人生初めての年上の彼女なんだよね。だからいろいろと不安で、お姉ちゃんにアドバイスをもらいたいんだ。私からアドバイス？彼女は社会人だからさ、きっと大学生の俺にはわからない日々の大変さがあると思うんだ。だから俺、彼女の負担にならないように付き合っていきたくて、姉ちゃんには社会人の彼女目線のアドバイスが欲しいんだよ。なんてけなげなの、あんたって子は。そういうことなら何でも手伝うわ。ありがとう姉ちゃん。それじゃあ早速だけど、今度服買いに行くの付き合ってくれない？俺これからは社会人の彼女にふさわしい服を着たいんだよね。年上彼女にふさわしい服か。彼女は俺とは結婚前提で真面目に付き合いたいって言ってくれたんだ。だから俺もそんな彼女の気持ちに応えてあげたくて、街中で彼女の同僚や友達に会った時に恥をかかせたくないんだ。結婚前提の大事な恋人としてふさわしい服が欲しいんだよね。確かに今の勇気の服って学生丸出しの服装だものね。基本的にパーカーばかりだし。そうなんだよ。だから頼むよ、買い物に付き合ってくれ。可愛い弟からのお願いだよ。もちろん任せなさい。じゃあ今度の週末買い物に行こっか。ありがとう。それじゃあ週末にね。本当にありがとう。ねえマリさん、今度の会社のバーベキューって家族や恋人の同伴 OK でしたよね。だったらその時にマリさんの彼氏も連れてきてくださいよ。そんなの恥ずかしいわよ。私みんなの前で彼を紹介っていうのが昔から得意じゃなくて。そんなこと言わずに連れてきてくださいよ。きっと会社の皆さんもマリさんが彼氏を連れてきたら盛り上がりますよ。でも彼も最近仕事が忙しいみたいでさ、だから本当に難しいかな。私と似ていて人前に出るのも苦手だし。それは本当ですかね。
実は仕事が忙しいんじゃなくて、マリさんが避けられているだけだったりして。え？だって本当に彼女のことが好きなら、人前が苦手でも彼女のために出てくるはずですよ。なのにそれもしてくれないし、仕事が忙しいなんて言い訳もして。マリさんもしかして結構今大ピンチなんじゃないですか？実は愛しの彼にはもう新しい彼女がいるのかも。いやいや、そんなことあるわけないでしょ。急に変なこと言い出さないで。じゃあバーベキューの時に絶対に彼氏を連れてきてくださいね。もちろんその時は私も彼氏を連れて行きますから、お互いに紹介し合いましょう。どういうこと？どうして愛子ちゃんが勇気と一緒にいるの？どうしてって、私の彼氏だからに決まっているじゃないですか。勇気が彼氏ですって？あまりにもマリさんが調子に乗っててうざいから奪っちゃった。年食ったおつぼねババアのくせに年下彼氏なんて釣り合わないのよ。こういう可愛い男の子は私みたいな若い子の方が似合うんですから。え、それにしてもいい反応してくれましたね。ゆうきくんを連れてきた時のあんたの顔、口をポカンと開けてて超絶ブス顔で笑いが止まらないわ。はあ？ああ、でも彼氏じゃなくてもうじき旦那様か。実は私たちもう結婚するつもりなんですよね。彼が大学卒業したら結婚しようねってお互いに約束しているんです。結婚ってそんな嘘でしょ？まさかこんなことって。ごめんなさいね、せっかくの年下彼氏を奪って、しかも結婚なんて。本当は奪ってしばらくしたら捨てようかと思っていたんです。でもまさか彼が東大生だとは思わなくて。今なんて大企業でのインターン中なんですよ。しかも役員からも結構可愛がられているみたいで、こんな将来有望な男はいないわ。というわけで私がゲットさせてもらいました。待って待って待って、本当に待って。一旦状況を整理させてくれる？愛子ちゃん、あなたは勇気を私の彼氏だと思っているのね？あれ、彼氏じゃなくて婚約者でした？だったらなおさらごめんなさい。結婚の約束もした、年下彼氏を奪ってごめんね。でも将来有望な東大生彼氏は私と結婚しますから。それ私の弟なんだけど。え？ウキウキで浮かれてるところごめんなさいね。あなたの恋人は私の実の弟。まさか可愛い弟の彼女があなただとは思わなかったわ。ちょっと待ってよ。ゆうくんがマリさんの弟ってそんなのありえないわ。だって私はちゃんとこの目で見たんだもん。週末に二人でデートしていたじゃない。私から彼を取られたくないからって適当なこと言わないでよね。実はね、愛子ちゃん、その日私は弟と彼氏の三人でいたのよ。え？弟と三人で？弟のゆうきと彼氏が結構仲いいのよ。年は離れてるけど、まるで兄弟みたいに仲が良くてね。だからその日も3人で鎌倉に遊びに行っていたの。いや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 、そんなのありえない。私の彼ね、私と同い年だけど見た目は若いのよ。筋トレとか美容が趣味で、ムカつくぐらいに私よりも肌が綺麗で、だから年下彼氏だと勘違いされちゃったのかなと思っていたけど、まさか弟の方を言ってるとは思わなかったわ。それじゃあ本当にマリさんとユキ君は兄弟なの？冗談でも嘘でも何でもなくて、本当に血のつながりある兄弟なの？ええ、そうよ。なんだったら戸籍謄本でも見せようか。そんな、驚いてるところ悪いけれど私だってびっくりしているんだからね。まさか弟の彼女が愛子ちゃんだったなんて。しかも大学卒業したら入籍って、そこまで話が進んでることも知らなかったからびっくりしているわ。そうだ、結婚のことどうしよう。私はできるマリさんの彼氏かと思っていたから、だから略奪して結婚すれば面白いと思ったのに。いやでも現役東大生の彼氏なんて想像できるものじゃないし、将来絶対有望なのに手放すわけにもいかないし。私のことは置いといて、ちゃんと弟のことを見てあげて。弟のことが心から好きなら私は何も言わないわ。だからしっかり弟自身と向き合って付き合ってあげて。それが姉としての願いだから。一応お姉ちゃんに報告しておくね。俺、愛子さんとはもう別れたから、いろいろと応援してくれていたのにごめんね。別れたってどうしたのよ。昨日の社内バーベキューで彼女と二人で楽しそうにしていたじゃない。もしかして私と愛子ちゃんが同じ会社だから気まずいとか？そういうのじゃないんだ。ただその昨日彼女に幻滅しちゃってさ、それで一気に愛も冷めちゃって、
もう今まで通り付き合えないから別れることにしたんだ。幻滅って何かあったの？俺さ、昨日すごい緊張していたんだ。彼女の職場バーベキューに招待されるなんて初めてだしさ。でも彼女の職場に紹介してもらえるってすごく嬉しくて、学生彼氏だからってバカにされないように気合い入れて参加したんだ。うん、昨日のあなたはすごく輝いていたわ。愛子ちゃんの隣で堂々としていて、しっかり皆さんにも挨拶できていたし、私も姉として誇らしかったわ。それって本当？俺のこと彼女のぬいぐるみに見えてなかった？え？それはまるで感謝に付き添うぬいぐるみのように感じたよ。俺のことを紹介してくれるのはいいんだけど、名前よりまず先に東大生ってことを自慢されるんだ。しかも勝手に俺のインターン先のこともペラペラ喋るしさ、最後あたりなんて俺の名前すら紹介していなかったよ。この子東大生の私の彼氏なのって、それだけで。そんな、しかもトイレで席を外した時に聞こえてきたんだ。愛子さんが同僚の人たちと俺のことを話していてさ、愛子さん聞いたこともない下品な声で笑っていたんだ。将来有望ないい男をゲットしてやったわ。年下彼氏は逆らわないし楽勝、さっさと結婚して勝ち組にさせてもらうのよって。なんか俺自身を見ていない気がして一気に冷めちゃって。それはすごく傷ついたわね。勇気のことを肩書きでしか見ていないなんて。そうなんだよ。それでなんかもう一気に冷めちゃって、本当にごめんね。いろいろと協力してくれたのに。いいのよ、気にしないで。むしろ別れてくれて私も一安心。彼女にはちゃんと好きなら付き合ってあげてって言ったんだけど、でもやっぱり内心は早く別れてくれないかなって思っちゃったのよ。どういうこと？姉ちゃんと愛子さんの間でなんかあったの？実はね、私と彼女はあまり仲が良くないのよ。というか一方的に私が嫌われていてね、普段からおつぼねババアって呼ばれてるの。え？なんだったら彼女、あなたのことは私の彼氏だと思い込んでいたみたいなの。昨日も略奪してやったわ、ざまあみろ的なことを言われてね。結果的に略奪じゃなかったけど、そういうことをする子なのよ。嘘だろ、マジかよ。愛子さんってそんな人だったの？俺のことを好きで付き合っていたわけじゃなかったんだ。姉ちゃんの彼氏だと思い込んでいて、それで俺に近づいてきたんだ。だから私も別れてくれて嬉しいよ。俺も今は心底別れてよかったと思ってるよ。それにいい勉強になった。年上の彼女だからって大人で素敵な人とは限らないんだね。大丈夫、勇気ならすぐに素敵な人が見つかるわ。ありがとう姉ちゃん。それじゃあこれで俺からの報告終わり。もしまた彼女ができたら報告するよ。その時はまたアドバイスよろしくな。どういうことよ、せっかくあんたの弟でもいいって決めたのに。なのになんで私が振られなきゃいけないのよ。あんた、ゆうきくんに余計なこと言ったでしょ。何も言わないとか言っておいて、本当は裏で全部バラしたのね。勘違いやめてくれる？余計なことを言ったのはあなた自身。だから弟のゆうきは、あなたと別れることを決めたのよ。私が余計なことを？私は何も彼に言っていないわよ。弟の肩書きをあちこちで自慢しまくっていたよね。挙句の果てには弟の名前も紹介せずに肩書きだけ紹介していたとか。そんな扱いされたら誰だって気分が悪くなるわよ。弟はあなたのステータスを上げる道具じゃないの。そりゃ愛も冷めるし別れたくもなるって。嘘でしょ、そんな理由で私を捨てたの。まあ姉として別れてくれてよかったけどね。弟にはもっと素敵な人がいるだろうし。ふざけんな、こっちは全然良くないのよ。私昨日のバーベキューでこっそり部長に相談していたの。彼と結婚するので寿退社しますって。それで今月いっぱいで退職するって話になっていたのに。なんですって？だって東大生の彼なら絶対就職も大企業に決まってるし、そしたら私は専業主婦にもなれるでしょ。卒業を機に結婚という約束もしてるし、私は勝ち組になったも同然なの。卒業までは貯金で生きていても問題ないと思ったの。だから会社なんて辞めてやろうと思ったのに。嘘でしょ、それがまさかこんな形で別れるなんてどうしてくれんのよ。こんなことになるんだったら部長に寿退社の相談なんてしなかったのに。そんなこと私に言われても困るわよ。さっさと部長に退職の撤回をお願いしてきなさい。昨日の今日だしまだ間に合うんじゃないかしら。はあ、そんな恥ずかしいことできるわけないでしょ。え？
散々部長にも職場の人にも彼氏のことを自慢していたのに、卒業したら結婚って話もみんなにしていたのに、それが別れることになりましたって、そんなの恥ずかしくて言えないわよ。じゃあおとなしく退職するしかないわね。今までお疲れ様でした、さようなら。ちょっと待ってよ、何よその冷たい態度は。ここは上司として、技師として私を助けなさいよ。お願いだから勇気くんを説得して、私とよりを戻すようにあなたから彼を説得してほしいの。ふざけんな。上司として技師としてあなたが弟と別れてくれたことは嬉しいわ。それに退職してくれるなら好都合。私のことをおつまねババアだとバカにするような社員はいらないのよ。そんな会社を退職したらもう私たち兄弟には関わらないで。それじゃあ退職日まではどうぞよろしくね。辞めるその日までビシバシと働いてもらいますから。そしてその後愛子ちゃんは恥を忍んで部長に頭を下げ、どうにか退職を撤回できたようです。しかし社内バーベキューで盛大に自慢していたせいで、その翌日に捨てられたという話はあっという間に社内中に広がってしまったんだとか。そして愛子ちゃんは、もうこんな場所で働けないと部長に再度直談判し移動をお願いしたようですが、じゃあとっておきの場所に移動させようと飛ばされたのは地方の田舎の雑用部署。どうやら前から彼女の勤務態度は上層部でも問題になっていたようです。おかげさまでようやく私の職場には平穏が訪れ、快適に働けるようになりました。ちなみに弟の勇気はというと、なぜか大学内でもモテ始めるようになったそうですが、子分は恋愛はいいやと学業とインターンにさらに打ち込み、海外の大手企業への就職が決まったと聞いています。このことを知った愛子ちゃんがどんな反応をするのか、ちょっと見てみたいなと思うこの頃です。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。